クリーチャーをサクって出す。なるほど。老いたる深海域、はい、というわけでこちらで試合開始しております。はい、失礼しました。ティムルエネルギーですね、左がティムルエネルギーの原根健太さん、そして右が、魅力の紅葉の堀内誠さんですね。堀内さんはジャンドですかね、無許可の分解がタッチされてる形ですね。そう、現出ですね、現出。原根くんは、コジレックの機関と老いたる深海域が大量に入ってて、まあ、ティムール自体は今もたくさんいるんですけど、そのコジレックの機関っていうカードが入ったリストはもうほとんどないんで、まあ、意外性抜群じゃないかなと。なるほど。もうこれが綺麗に刺さるような展開だったら原根くんが、勝利するのではないかと。はい、そうですね、ツイッターで見かけたデッキ気になるのがあるって、それを持ち込んだように見えますが、はい、制作者は、シルバーレベルプロの石原淳さんだと思われます。はい、というわけでこちらのモンケット環境名戦準々決勝がただいま行われております。左が、キムルデッキ、キムル原始デッキの原根選手、そして右がミドクロ紅葉の堀内誠選手となっております。まずはザニーのハギ取りが場に残っている状態で、ルベンワールド横断から島をサーチしてきて、そのままザニーのハギ取りを除去していくと。ここまでの流れどうでしょう。まあ、理想的ですよね、対戦相手を減速させて、ロングゲームに持ち込めるような展開なので、うん、まあ、堀内さんとしては攻め手が尽きないようにできればいいんですけど、原根君先週のグランプリベガスで見事シルバーレベルを射止めたんですが、はい、絶好調ですね。そして2枚目のザニーのハギ取り、スタンダードだけではなくモダンでも使用される強力なクリーチャーですね。しかしあのコッパミジンというカードは、あの黒が使われてなくても普通にデッキに入る、うん、まあ、ティムールとかだと、霊気拠点とかから出たりするんですけど、まあ、このデッキも多分それは、できると思うんですけど、うん、まあ、普通に表側がめちゃくちゃ強い除去ということで、まあ、いろんなデッキで使われるようになりましたね。うん、そして先ほど言っていたコジレックの機関ですね、こちらで、再度除去していきます。これは単体除去として使ってもいいぐらいと。そうですね、まあ、2マナ4点、まあ、本当プレーンズウォーカーとか機体以外はもう何でも大体除去れるんで非常に便利ですね。さあ、そしてここでさらに追撃として、精神壊しの悪魔ですね。精神壊しの悪魔ですね。こいつはいいですね、まあ、なかなか除去されづらい。さあ、これで紅葉が達成されたかというところですが、余裕で達成してます、ね、5種類ぐらいあると思います。はい、インスタントソーサリー、土地クリーチャー、アーティファクトなんで。さあ、ここで現実の餌を用意しつつ、なるほど、せせでワンドローしつつ燃料を取っていくと。まあ、ただやっぱりそのデッキの全貌を知らないと、こういうやつに除去を打ったりというのはなかなか、特に今もう全然戦況に影響がなさそうに見えるので、うん、まあ、地上と飛行で、まあ、一見どうでもよさそうなんですけど、実は現実の種になって、後々コジレックの機関を誘発させたりだとか、うん、重要な役目を持っているので、さあ今進化する未開地も受けたので、これで青々も揃ったので、ここで堀内選手少し悩みながら次の展開を考えていると。まあ、そうですね、やっぱり墓地にコジレックリターンがあるので、何かしら現実が入っているのかなと。さあ、とりあえずアタック。さあ、この後の続いてのアクションがあるのかどうかというところですが、まあ、多分除去で悩んでるんだと思いますけどね。あんなやつに除去打っていいのかどうかっていう、まあ、あとはコジレックのリターンが誘発する可能性があるので、展開するにしても順番をどうしようかなと。うん、
かなかこの原根さんのデッキを相手にすると考えることが多いですね。そうですね、まあ、やっぱり環境が変わってまだ間もないということもあって、うん、オリジナルデッキというのはそれだけで大きな強みですよね、うん、ティムールとかとはよく練習しててもこういった形はなかなか練習することができないので、うん、かなり効果は抜群の可能性があるとですね。まあ、ターンが変えて川野選手そうですね、三日市は、紅葉の餌になりつつ不屈の追跡者も入っているので、うん、追跡者の強さを増しつつ色マナも安定しつつ6枚目の土地をセットしてターンを返します。うん、戦場の高利屋が塗ってくる地図鉄道の高利屋です。失礼しました。さあ、あとおっとこれはあらず者の生成を意見捧げて置いたる深海機さあ誘発したところで何かありますかと、うん、ここで4マナをタップして4つ縛った上で全滅と、うん、さあ浮かしておいたマナで復活させて、うん、無許可の分解があればあ、ありましたね。さあそして3点ここはこのおっしゃる深海機うまいこと返したといってもそうですね、堀内さんとしてはあまり損することなくダメージも入れつつ、うん、さあ再度ならず者のせせや手札には世界を壊すものがありますね。こちらを出せるかどうかなんですが土地が6つで止まっています。銀色の輝きが見えるなハドルの召使いでうんマナを確保と、まあ、ただ原根選手はならず者の生成屋とかでもう全く損をせずにここまで来ているので、うん、さあ多分手札の密度で言えば原根くんがちょっと今のところ有利かなと、うん、すいません今有利という言葉で思い出しましたが、はい、じゃ若干これぐらい用意しているとあ、けどトラッカーがこれでまだわからない。トラッカーが生き残るようなことがあればちょっと堀内さん手札に土地が多いですが、うん、まあけど今はいい勝負ですねまだ、うん、まあ、トラッカー分若干堀内さんが少しややマイク近いワールドブレイカー出していくのかどうかというところではありますが、まあ、今一番の問題はトラッカーですからね。やっぱりトラッカーが除去できるんだったらそれは最優先で動くとは思いますが、うん、7マナ世界を壊すものでステーションの高利屋をまずは除去していきますね。さあとりあえずワールドブレイカーで、まあ、ブロッカーはどでかいのが確保できましたが、さあ分解があるか。分解があるとこのターンかなりダメージが入るのでガゼン堀内さんのペースですね。
おっと、しかしドローしたのがミド巨人に見えたような。そうですね、タフネス5以上の、6以上か、6以上の、クリーチャーは原根君もかなり対処に困ると思うので、まあ、なおかつこのターンもワールドブレイクがチャンプしなきゃいけないんじゃないかっていうぐらいのサイズなので、そうですね、堀内さんのデッキは調査トークンも、無許可の分解を使う際に役に立ったり、うん、はい、お疲れ様です。今日はハレリアプロズから高橋優太選手と原根健太選手が残っております。さあ、そしてでかい、ここで一気にサイズアップ、本当にでかい、はいですね、もうマジむちゃくちゃなサイズになりますからね。さあ3つ1つ、うん、そしてアタック7、6と、落としてライフは3、もうかなり危険水域まで入ってますね。トラッカーも除去入れてないし、分解の知識圏内に入ってしまったし、うん、出て、スタックに乗った時に、何個ずつどのクリーチャーに分けますっての言って、対戦相手が何かするか決められます。さあ、まずは目の前の新緑の機械巨人と、非常に大きくサイズが大きくなった複数の追跡者ですね、こちらを何とかしなければならない状態の原根選手ですが、原根選手ベストの動きはチクレイナズマですかね。とりあえずあのでかいトラッカーをなんとかしないと、まあ、逆にトラッカーさえ、まあ、なんとかすることができれば盤面は、まあ、止まってるっちゃ止まってるんで、うん、ちょっと押し返すのがかなり大変そうではありますけど、まあ、まずはトラッカーをなんとかしたいですね。そうですね、チクレイナズマは解決時に宣言するので、対戦相手が何もしませんって言った後に数を決めれるんですけど、アタックに行きましたね。アタックということはまあ概ねタコではないかと。なるほど。はい、本日のアモンケット環境名人戦準々決勝は、解説の津村選手と、私ハレリア候補の伊藤渡で、お送りしております。ここでウルヴェマルド王団からグッズの追跡者でターンエンドと、これはさあ若干盛り返してきました、うん、だこれ分解引くまで一応2ドローチャンスがあるんですね。手がかりそうですね、このターンだけでも、うん、ちょっとアップキープに赤寝かすだとミシュラもあるんで、まあ、相手に先に動いてもらった方が楽という判断かなと思います、うん、先にクリーチャークリーチャー赤マナ赤マナって寝かすと、まあ、このターンの分解しのげても原田君も次のターンには多分勝てないんで、まあ、それよりも相手の行動を見て分解引かれると2ターン以内に引かれると多分どの道勝てないんで、ここで現実能力を使って置いたら深海機、うん、こちら寝かすのはクリーチャーと、さあ今、原根選手は盤面に10点で、まあ、次のターン土地が置けるとトラッカーがプライチして、うん、11点、
土地がもしフェッチランドだった場合はプラス2点入るんで盤面だけで12点ですね。さあ堀内選手としては、まあ、ブロッカーを置けるだけでもだいぶ変わるんですが、うん、おおすごいのが超ド球が来ましたね。これはあそうか墓地にあれもあるのかコッパもあるのか。さあ墓地から精神壊しの悪魔が蘇ってきます。これ1本目ですまだ。おおしかし栄光をもたらすものをドローしたように見えましたが、原根選手ね多分あの墓地からクリーチャーを回収する過去との取り組みが見えたような、はいうん、これがあると、墓地にタコがあると思うのでそれを回収してもう一旦稼いでというプランも取れるので、うん、その点ここはどうでしょうかね、うんまあ、パッと見タコだけ縛いて、うん相手の戦闘前にタコで寝かして次グローリーブリンガーと合わせて削り切るみたいな、うん、さあ現在ゲージがおイーブンに、まあ、パッと見今だけのリソースで見ると原根くんが少し有利っぽいですね、うん、ブリンガーだと多分足りてないですね。まあ、タコブロックされて、1,2,3,4,5+4で9点しか入らないんで、さあここで5マナ。やはりタコで置いたら進化器だけでフォアアタックと、そしてプレイヤー、うん、さあこの原根さんという札に、そらくある過去との取り組みですが、はい、これは対戦相手の堀内さん的には意識している思いますか。いやでまだ多分デッキの全貌が分かってないと思うのでそこまで考えるのはなかなか難しいかなと思います。さあこれは、通って残りが3対7、うん、さあさらに横断、ここでもさらに置いてある深海機、これはクライマックスですね。今のところのリソースだと次のタコでブロッカーを全部寝かして、まあ、仮に残るようなクリーチャーがいたとしてもグローリーブリンガーだったり墓地のコッパミジンで削り切れそうなので今のところ見事にもう巻き返した形ですね。ただ原根選手的には、無許可の分解のみ怖いと。そうですね、あれは直接火力なので、うん、あとはバリスタですかね。バリスタもおそらく入ってると思うので、うん、一発目のドローで引けてランドがあれば。そうですね、バリスタ4枚ですね。ここでもう一度タコ連鎖、さあマナを出して手がかりを池に捧げます。
トロ土地さあこれでチャンスがあと2回ですかね。もうバリスタではダメになったので、うん、4マナ使って2ドローしてその中に分解があれば、うん、これ間違えて無許可の分解置いてる進化器に言っちゃったりするとまずい。今はもう大丈夫ですね。手札に花根選手は避ける手段がないと思う。先ほど、まあ、だからアタック宣言にまず入ったのはそれを避けるため、ね、まずはタコを出させて、対戦相手に現実で分解をフィズラさせないようにしたのが最初のアタック宣言ですね。さあここでゾンビを出してさあここでターンエンドさあここで過去との取り組みこちらをキャストしてこっちのウィタル深海鏡を手札に加えて、うん、すみません。フィズルっていうのは、呪文が、ルールによって打ち消される、まあ、対象不適切だとか、まあ、だからあの3点が入らないっていう。さあ原根選手が爪にかかります。ここが最後ですね、うん。さあここで対応して最後の手がかりを。さあここで無許可の分解は残念ながら引けなかった堀内選手、ここで投了と。おお見事に。サモンケット佳境名人戦準々決勝、1戦目は、まずは原根選手が1本選手ということになりました。さあここから、サイドボードに入っていきます。さあ準々決勝2本目がスタートします。先行は先ほど、惜しくも落としてしまった堀内選手になります。もさお互い土地を受け合ってさあここでザニーの剥ぎ取り。さあいいスタートです。さっきは、原根選手が堀内選手の序盤のクリーチャーをかなり除去していったので、さあ今回もホッパーでしたね。でさあこれは原根選手としてはちょっと一呼吸を置ける、まあ、仮に除去がなかったとしてもあいつならまあしばらく放っておいても問題なしと。そこでターン終了時にハラネ選手もしかし手札にタコが大量にありそうな、ちょっと堀内選手もしかし展開が止まっているので、うん、土地がちょっと止まってしまった感じですかね。さあ先に動き出せるのはあっと豪快にここで持たすものですが、ここはすぐに無許可の分解ですね。さあここで堀内選手も土地を無事に引き込みました。さあ堀内選手も土地が止まってただけあって手札はかなり強そうだったので、うん、デーモン分解あたりはまだあったので、うん、さあ悪魔がしっかり対処できるかどうかですね、うん。さあここでリリアナもドローしましたが土地が4つので、まずは精神壊しなくてですね、はい、例によって紅葉は余裕で達成してます。さあここで 7枚目の土地、さあもう1マナあると、そうですね、普
通にタコが出てきて5点、こじれくりターンで、さあそしてこれは勝負を分ける、もうこじれくりターンも効きませんよと。さあまあ両方タフネス6以上にするのはまあ確定ですね。 2-1 にする、2-2にするか 3-1 にするか。これは強烈ですね。こじれくりターン今んとこ1枚しかないです。さあ 2-2 にして、こうすると新緑の機械巨人もタコを突破できるので、あっとしかしここでエンド前にこじれくりターンを普通にキャスト、これでタコをキャストすることが叶えば、10点ばらまくことができます。すごい。そして今ならず者の生成矢を引いたか、引きましたね。ここでシガスラ2回調セットして、タイエンド。さあそしてアップキープ。さあタコが置いてある深海機が出てきて、そして墓地のこじれっくりターンが脱走を誘発してドカーン。さあしかししっかりタコはさばいて、堀内さんも手札が強いんで、まあ、攻撃手段さえしっかりさばいておけば。堀内さん手札には先ほどの、リリアナも見えたように思います。そうですね、リリアナと、フェイタルプッシュはあると思うので、原根選手ちょっと手札がもう2枚で、かなり少ないのでちょっと消耗戦になってしまうと困ったことになるかな。そうですね、マナフラット対マナスクリューみたいな構図になりかけてるので。さあ普通に置いてある深海域をキャストと、まだ土地を縛り続ける。さあこれをしっかり除去しつつ5点。さあやっとマナが自由になったというところの堀内さんですが、そうですね、タコがまだスタックにあるときにこじれくりターンが解決しちゃうんで、3点はどうやってマナタイミングで入らなかった。さあでもこう見るとやっぱり墓地にコッパが2枚あって、今黒黒は多分ないと思うんですけど、まあ、プレッシャーはありますねやっぱり。さあそしてリリアナできました、ね、こいつがまあ硬さとんでもないですからね、仮に1回通したとしてもまだ壊れないんで。さあそしてまあ放置したら放置したですごいことになってしまうので、ここにはチクリナズマ。さあでも本体いきますね。お、そして2枚目の黒マナ、これは、お、これは次のターンで削り切れる。4。さあコッパミジンのミジン側ですね、こちらを使って一気にライフを削り取りに行こうという原根選手です。そして次のターンには、今のターンは相当綺麗でしたね、全てを綺麗に使い切って次のターン勝てる状況に持ち込んだ。次のターン8点のコッパミジンが打てるので、うん、わあすごい綺麗でした、ね、さあ負けた環境名人戦準々決勝は、原根選手の勝利となりました。おめでとうございます。